スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の坂井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子が、さまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。それでは皆さんこんにちは。こんにちは。第24回配信分です。マサさん、24回というとちょうどね、もう2周年ですよ、はい、ね、もう丸2周年もう2周年、ね、早い、なんか長いようで短いです ね。あっという間に、あっという間でした ね。やっぱりほら月1回でもね、はい、24回やると2年間になっちゃう、ね、分かりやすい、気がつかなかったよね、分かりやすい、とてもそう、ちょうどね、2年前の7月だ、ね、から第1回目で、そうそうそう、第1回だからね、あれからもうそんなになっちゃうんですね。マサさんお世話になってます。お互いに2歳年を取って、あ、もうだから2歳若返るっていうねえ、本当にね、まあね、6月のね14日っていうともうね、はい、初夏の陽気を通り越えて、もしかすると梅雨に なっちゃうんじゃないかなっていうね、なっちゃうのかなっていう時期ですが、ね、ですけどね、皆さん体調ね崩されないでね。そうですよ、結構気候が激しい、気圧もね変わるから、ね、ちょっと一番気をつけなきゃいけないのは食べ物、そう、あるでしょ、食は当たり巻き、ね、ちょっとさ、前の日のね残り物をねテーブルの上に出しといて、次の日食べちゃおうなんて言うとね、また大変なことになっちゃったりするから。そう、私味噌汁をねいつも夜作って ね、ダメだったんですよ。もうなんか変な匂いするって言って、ダメですもん、ね、気をつけてください。冬はね一回も火を通して置いとくと全然大丈夫なんですけど、冬はね、あ、夏はもう全然ダメです、気をつけた方がいいです、うん、この時期特に、特にね、この初夏から梅雨にかけてはね一番良くないんで、それだけはね、もったいないからってね、あ、取っといちゃダメよ。はい、わかりました。作り直します。朝からきちんと。ね、気をつけないと。はい。いやー、ね、今日はですね、はい、女性シンガーソングライターのゲストをね、お呼びしておりまして、はい、まあ、私も前からちょっと知り合いで、ね、ちょっとさっきちらっと聞いちゃったんだけど、はい、彼女も、なんかこう、噂によると東京に出てきて2周年そうそうそう、ちょうど2周年、ね、東京に出てきて2周年って、まあ、後でまた本人の口から聞いていただきたいんですけど、はい、どこから出てきたとはまだ言いませんいや、そうそうそうでも、ね、そういう偶然というか ね、本当にね、たまたま我々と同じ、はい、ほぼ同じタイミングで、はい、彼女も東京を出てきて2周年、彼女って言っちゃった、あー、もうマサさん言っちゃった、さっき言ったっけ、もう言っちゃいましたよ、もういいじゃない、じゃあ行きましょう、ね、ゲストにも、ね、それでは、今月のマサと恵子の音楽日和もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。マイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく、洗浄、温浴、保湿作用があり、全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で、世界に通じるそんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所。今月の格言、商売をする上で重要なのは、競争しながらでも道徳を守るということだ。
渋沢栄一。それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストはシンガーソングライターの真中さんです。ようこそ。ようこそ。よろしくお願いします。ですね、はい、真中さんとはですね、多分一番最初になったのは多分2年ぐらい前だよね。そうですね、ちょうど2年前ぐらいになると思います。ね、その時に、はい、なんて歌の上手な子なんだろうっていうふうにね、思いまして、うん、ちょっとこう胸をドーンとこう疲れた感じ。疲れて。で、それ以来私も大ファンで。打たれっぱなしなんですね。はい、打たれっぱなし。意外に打たれ弱いんで、打たれっぱなしです。ありがとうございます。ね、そんな真中さんなんですけれども、はい、ね、シンガーソングライターというふうにまあ紹介はね、していただきましたけれども、うん、はい、実際にはね、どういう方なのか、はい、まず人となりをですね、自己紹介をしていただきたいと思いますので。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。福岡県出身のシンガーソングライター MNKA で真中と申します。よろしくお願いいたします。今は、東京の方でライブ活動などさせていただいているんですけれども、やっと東京に来て2年目になりましたので、まだまだこれから頑張ろうと思う感じでございます。今日のキーポイント2年目。2年目。はい、ね、上京して2年、マサさんと知り合っても2年、ちょうど上京してすぐ知り合ったということですね。すぐですね。そうだよね、はい。ちょうど2年になります。で、福岡から出てきて、はい、で、もともと福岡にいる時からもずっとその自分 で、歌を作って、はい、自分でオリジナルの歌を歌ってたんだよね。そうなんです。基本的にはね。もうなんとなんと15歳の頃から初ステージを、はい、今年で10年目になります。すごいね。それはすごい区切りがいい。すごい、うん、10年。10年です。素晴らしい。俺がデビューして来年で10年だから先輩だよ。そんなそんな、ほら先輩だよ。参ったな。年は同じですか。いや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 、まあもう本当に娘みたいなもんですけど。そうですよね、はい、もういやすごい、ね、え、東京上京する前は福岡でずっと中心に活動された。そうですね、もう逆に福岡から出たことがなかったので、あまり、もう福岡のライブハウスでずっとシンガーソングライターとしてオリジナルの曲を歌ってました。はい、福岡にはその固定的なファンというか結構いたでしょ。さあどうでしょう。はい、そうですね、とも言いづらいんですけど、まあいたと思うな俺は。いやでも、はい、応援してくださってる方は、ね、はい、いらっしゃいます。そういう人たちからほらね、東京に出ていくっていうね、うんうん、話をした時に寂しがられなかった。なんか寂しがられるというよりも心配がられまして、え、本当に大丈夫なのみたいな。それは、まあ、ごめんなさい、もう東京に行くっていうのはずっと考えてて、はい、はい、そうですね、一応東京に行こうとはずっと思ってたんですけど、そのきっかけが特にあまりなかったので、うん、はいはいはい、まあ、そのお金をすごく貯めて頑張ってっていうのもすごく大変だったんですけど、うん、ちょうどですね、東京ルージュさんという私も所属させていただいております。はいはい、もちろん私もよくご存知で、ありがとうございます。もう大塚ですしね、ここも知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、うん、はい、東京ルージュというレビューカンパニーさんがあるんですけれども、そこの座長のひろこさんにお誘いをいただきまして、はい、はい、東京ルージュに入るという形で東京に出てきたのがきっかけになります。そう、でもひろこさんとなんで知り合ったのか、うん、そう、それもね、不思議なところで、ね、ちょうどほら一番最初に会った時も僕はひろこさんから、彼女からのすっごい歌のうまいね子が一人今度ルージュに入るから酒井さん期待してねって言われたのよ。そうそうそう、もともとはその東京に旅行にする、旅行に行くときに何もなくてもなんかもったいないなと思いまして、ひろこさんとの、ひろこさんのお知り合いの方に東京でライブしたいんだけどって言ったら、シスイドゥですね、大塚のシスイドゥを紹介していただいて、そこで初めて自分のライブをしたのがきっかけでひろこさんと出会いました。なるほどね、はい、そういうことでしたか。そういうことですね。とは言いながら大体知ってたんだけど、ね、そんなここで明かさなくても、まあまあまあ、でも本当にルージュのね、あのメンバーの、まあ、もう現在でもルージュのメンバーもやってるんだけども、ダンサーさんとね歌い
ライターさんといろいろいらっしゃるじゃないですか。そうそうそう、で彼女ほら両方ちゃんとやるので、ちゃんとできてるかどうか、この2年間でちゃんとできるようになったと思います。あ、よかった、嬉しい。その初めは全く踊りできない、なんかやってダンスっていうのはやったことなくて、クラシックバレエを10年間やってたんですけど、だからね結構ね足も上がるんだよ、すごい。そう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 、そういうクラシックバレエやってる人はまた基礎があるから、こうでもブランクが結構なブランクがあったので、もう最初カンカンっていうの毎週火曜日にやってるんですけど、はい、そのフレンチカンカンっていう踊りがあって、あれで足をこうふうふうって上げないといけないんですけど、でちょっと最初ひろこさんの踊り見た時に、え、これ私がやるのかなって言ったすごい最後ね、ほらあの何みたいな Y 字バランスだっけ、はい、あれもあるじゃない、もう持って回るなんて意味が分かんなかったですね、今ではねちゃんとできてますからね、素晴らしいですよ、やっとやっと回れるようになりましたね、え、本当だよね、東京ルージュでね、もうにも所属してもう約2年近くになるけれども、はい、いろんなところで結構大きなほら公演もやったじゃない、はいはいはい、大塚もやったよね、大塚出なかったんだっけ、出てないですね、その前はあの道の区の、あ、はい、そうか山形公園と秋田はね、はい、行ったんだよね、行かせていただきました、すごく楽しかったです。結構ねあのほらキャラクター的にはね、イケイケ系なのかなっていう感じがするので、意外にお酒も好きだしね、はい、すいません、大塚ではよく飲み歩いております。博多人、博多人だから、そうなんかすごい焼酎がグイッといけそうな、なんか意外と福岡はそんなに焼酎っていうあれではなくて、鹿児島とかになると、そう焼酎なんですけど、宮崎とかね行くとね、焼酎だよね、だって話のねイントネーションも、なんとかとじゃないよなんとか場合とか出ないじゃないですか、そうですね、博多弁って意外と敬語だと出ないんですけど、敬語をなくした途端博多弁しか喋れなくなっちゃうっていう、そのスイッチはどこで入るんだろう、もう敬語をなくしたらですね、本当になんとかやけんなんとかやったねみたいな、それになっちゃうと俺たちさっぱりわかんない、わかんない、なっちゃうね、やっぱ方言で、あのつ、かさぶたのことをつと言ったりとか、え、つつつつつば取ってくれんかいなみたいな、つ取ってくれんかい、あとランドセルをしょうとかっていうの、ランドセルをからうって言ったりとか、からう、はい、ちょっとやっぱり普通に言っても通じないことがありますね、よくよく、もう生まれも育ちも福岡、もう福岡です、完全に福岡っ子、完全なる福岡っ子なんで、でもほら福岡ってね芸能人で結構有名な人いっぱいいるじゃない、いっぱいいますよ、ね、なんか有名人になるのは福岡人じゃないと絶対だから、だってね、大物さんすごいですよ、私も知ってますもん、知ってる、多いですね、もう我々の大先輩で言うとね、もうほらいっぱいいるじゃない、武田鉄矢もそうです、そうタモさん、ね、タモさんもそうです、聖子ちゃんもそうです、松田聖子はどこだっけ、久留米だっけ、久留米だかな、そうなんだよね、あ、そうですね、でもほら向こうだからね、うん、福岡県だもんね、多いですね、本当に井上陽水さん、椎名林檎、チェッカーズもそうだね、そうだよね、そうだそうだ、多いな、多い、そこにマナーカッて入ってくるよ ねなったらいいよね、まだまだほらね年が若いんだし、そう2年まだ2年何でもチャレンジできるしね、そう、はい、頑張ります、ありがとうございます、そうそう、あの歌と踊りで止まらないようにね、歌と踊り他のこともねなんか何ができる、何ができるかな、モノマネ芸人とか頑張ります、いやもうそんな広げなくてからもう歌でもう、ね、へえ、そしたらやっぱりこうそうやって今はだからそのね、私はピンのあの歌、オリジナルを歌ってる真中さんを初めて見てるので、はいはいはい、そのイメージがやっぱ強いし、やっぱそれが自分のやっぱ一番の大きな太い軸ですか、そうですね、やっぱりずっと歌ってきたっていうのがあるので、うん、まあ、多分歌を取っちゃうと逆に私に何を残っちゃうんだろうってぐらいこうやっぱ呼吸と同じくらいのものなので、そうですね、これからも続けていきたいなとは、あ、これからやりたいことはやっぱりその歌、曲作りはじゃあどんどんしていきたい、はい、頑張ります、まあほら曲を作ったりとかってできない僕らからしたらね、うん、曲作るだけでも大変だろうと思うんで、すごくすごい労力でしょ、やっぱり、うん、そうですね、音符とにらめっこ、音符は読まないですけど、ね、でもふーってどっちが先、曲先行、さあの詩が先行、もうバラバラです、バラバラ、うん、本当にふと思い立った時にこう出てくる音楽メロディーだったりとか詩だったりとかを、うん、もう書き留める時もあれば、一曲そのままできちゃう時もあれば、うん、みたいな感
え、普通に電車乗ってた移動中にふって思いつくともあります。それでメモしちゃうの、それとももう忘れちゃうの？結構あの小声で IC レコーダーに最近そうだよね、そういう人多いっていうよね。あの吹き込んじゃいます。曲が浮かんだらそれをあの鼻歌で、うんうんうん、でスマホで録音するとかって人結構多い。見ると怪しい人ですよね。かなり怪しいと思う。でもさ、そうしとかないと忘れちゃうよね。忘れちゃいますね。ただなんか結構私夢の中とかでめちゃくちゃいいじゃんこれと思って朝起きて、どうやって思い出すの？朝起きる前にそれを撮って寝るんですけど、朝起きたらなんかこの間はビーズの曲だったりとか、え、自分の曲じゃないじゃんいいね、それいいね、夢と現実の自分で作って超かっこいいと思ったらビーズの曲だったみたいな、よくありますね。なるほどね。いやでもいっぱい、今までいくつ何曲ぐらい、いやもうどうなの、数えたことない、うん、ストックが結構あるんですけど、うん、それをやっぱそのなんだろう、世に出していくって言い方おかしいですけど、うん、聞いていただくまでのものじゃない子たちはいっぱいいるんですけど、うん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 、だから何曲ってちょっとあんま分かんないですね。へ、うん、で皆さんに歌をそのと届けた曲はもうでもそんなにないです、私持ち曲そんなにないんですけど、10曲ぐらいですね多分、うん、それは自分で、あ、これはいいと思ってやっぱりいいっていうか、なんかね、そのストックで置き去りの曲とその差は何なのかなとか、なんだろう、なんですかね、サクサクできちゃった、サクサクできちゃったの確かに あるかもしれない やりすぎて込めすぎたら、もうなんだこれよくわかんないものになっちゃったみたいなことはよくあるんで、なんか意外とパパパってやっちゃったものが受けが良かったりとかっていうのはありますね。やっぱりそういう曲ってほら歌ってみてもそうだし、例えばその聴いてみてもそうだと思うけど、うん、自分の好き嫌いってどうしてもあるじゃない、うん、自分で作ったんだけど、うん、実はあんまりこの歌って好きじゃないとか、うんうんうん、気に入らない感じっていうのがあると、なんとなくちょっとこう遠遠くなっちゃわない？そうですね、自分で歌うことが、で我々ほら歌う人ってね、みんなそうなんだよね、やっぱりこの歌いい歌なんだけど、ちょっと自分ではなんとなくあんまり好きじゃなくて、うんうんうん、あんまり歌いたくないなとかっていう、なんとなく縁遠くなる曲っていうのがあって、うんうん、どうしてもね、そういうのあるよね、うん、ありますね。でも意外とそれが人がいいよって言ってくれたりとかするから、そうでしょ、それそれとすごい揺れないんで、ね、難しいんだよね、それがね、これなんかもう適当な感じなんだけど、これがいいのみたいなねありますね。そしたらその今日をこの後ね、一曲で聴かせていただく曲、うんうん、ちょっと待って、そうで何、ちょっとその前振りはちょっとやらせてね、はい、あの九州というとさね、ほらこの間4月に大きな地震がね、はい、あの大分と熊本でね、うんうん、あったじゃないですか、うんうん、で僕もあの実はあの友人がたくさん熊本に向いて、であの仕事の関係でね、あの大分にもたくさんいろんあの付き合いのある人がいるんで、うんうん、いろいろあの話はもう直接電話なりあの Facebook とか、うんうん、SNS ではたくさん聞いたんだけど、うん、とにかく家から一歩外出るともうひどいと、うん、もう熊本なんかね、本当に中心地の街中でも段差が50センチぐらいあるところとか平気でできちゃってるっていうんで、もう車も通れないし、そんなもうひどいこう直下型地震っていうのかな、うんうんうん、東日本大震災みたいにほら津波でね、たくさんの方が亡くなったとかっていうんじゃないけど、うん、本当にあの阪神大震災の時と同じで、やっぱりほら直下型で来るとああいう風に建物が全部ガタガタになっちゃうでしょ、うんうん、で今回はねこういうひどい地震があってね、うんうん、なんとなくこう自分のね、自分は福岡だけども、うんうん、やっぱり同じ九州人としてね、なんかこう感じることがあったんじゃないかなと思って、はい、そういうね曲をなんかほら今日はね、はい、紹介してくれるんじゃないかなと思って、はい、っていう前振りをしようかなと。あ、すごい、それ私もそれは聞きたかった、ね、うん、で、お願いします。だからその曲、はい、今日選んだ、うん、タイトル言っちゃっていいのかな、どうぞどうぞ、追憶っていう曲にした、はい、理由だったり、はい、そうですね、私も福岡で、父が熊本の出身の、はい、でそうですね、もうすごくあの地震があった時全然みんなとご飯食べてて、でピコンピコンってその震度6弱、うん、なるほど、じゃあ東京にいたの、私全然東京にいました、うん、で
なんか熊本はもう安全だからっていうのを言ってた、うん、マスコミの人たちも言ってたみたいなのに、うん、まさかそんな九州でそんな大きな地震があるなんて、うん、そうね、だからその熊本でああいう大きな地震があるっていうのはほとんどみんながこうね、予想してなかったみたいね、うん、本当にね、地震が来ないってよく言うじゃないですか、ね、ますよね、うん、そうだからもうみんなに連絡して、お母さんとかみんなに連絡したけど、うん、まあ、福岡でさえも結構すごい揺れてたみたいで、うん、でも熊本なんてもう震度5ぐらいだったんじゃないかな、確かに、うん、そうですね、そうですね、熊本はもうずっと揺れてるから、なんか気分が悪くて揺れて頭が揺れてんのか本当に地盤が揺れてんのか、うん、もうどっちか分かんないっていうぐらいで、でやっぱなんかもうすごかったじゃないですか、余震が、うん、そう、ずっと今だ、今もね、未だに続いてるから、だからもうなんかなんて言ったらいいんですかね、こんなにこうギューって胸がギューってなったのが本当に初めてぐらい、その心配で人を心配になってこんなにギューってなるんだってぐらいもう心が締め付けられちゃって、やっぱ何をできるのかなって考えた時に何もできない自分がいて、歌を歌うことともやっていくことを続けていくこともしかできないのかなと思いながら、で今回この、ラジオがあったので「追憶」という曲なんですけれども、「追憶」という曲はもともとは、私のおばあちゃんに向けて作った曲で、うん、おばあちゃんが亡くなってもう8年9年ぐらいになっちゃうんですけど、はい、もうその前日まで一緒にいたんですよ、温泉に旅行にみんなで一緒に行って、うん、でその時におばあちゃん倒れちゃって、うん、もうありがとう、もう何も言えず、もうそのまんま亡くなっちゃったんで、私すっごいおばあちゃん子だったんですけど、うん、もう最後にこうありがとうっていう言葉を伝えられなかったことをすごく悔やんで、うん、この、曲に乗せておばあちゃんに伝えようと思って作った曲なんですけど、うん、いいとこね、あのありがとうって歌詞がね、本当になんとなくすごく心に残る、ね、うんうんうん、そうですね、なんでまあおばあちゃんに向けて作った曲なんですけど、まあ被災された方とか、うん、まあやっぱ突然亡くなられちゃった方とかもいらっしゃると思うので、やっぱそういう人たちに向けてこの曲がどこかでこう心のどっかに届いてくれたらなと思ってこの曲を選びました、うん、なるほどね、ライブでもね必ず歌ってるって、そうですね、よく歌うってよく歌います、うん、やっぱり好き、自分もや自分の中では思い入れはやっぱ結構一番強い曲かもしれないですね、なるほど、うん、ね、後でね、ぜひね、はい、ゆっくりと聞かせていただきたいと思います、はい、ね、いつもね最後に、うん、うちの伊豆谷恵子から、うん、皆さんにお聞きしていることがございました、はい、まあ、音楽日和というタイトルにもなってます、はい、その本の中にですね、はい、幸せを感じる音は何ですかっていうふうに、音楽じゃなくもっと音聞きたいんですよね、はい、まあ、例えば小鳥のさえずりとか川の流れとか、うん、全然もうほぼポットのジャーという音とか全然違う、全然もう何でもいいんですよ、うんうん、歯ぎしりの音とかいやだな、それは嫌ですね、そうパチンコ屋さんで聞くと嫌だな、まあすごい、そ、まあ、子さんにとって、はい、幸せの音、今今一番、はい、私は結構シュノーケリングが好きで、お好きですって僕は去年初めてやったんですちょっと宮古島に、そう、去年初めて宮古島に行った時に初めてシュノーケリングして、もう泳げないと思ってたんですけど泳げて、意外とシュノーケリングってあの後ろにタンクとかないやつ、ないやつで、そうだから潜りのその取らないといけなくなくてもいいやつで、そうそうそう、あれって何メートルぐらい潜るの、人によるんですけど、私全然1メートルでブーンって上がってきちゃうんですけど、でもまあ初心者の人はね、それぐらいでもね、うん、楽しいって言うよね、今ね、え、空気に酸素が上に行くかあれなんていうんだっけ、口につけるなんですけど、これですよねこれって言ってもラジオやらないから俺分かんないんだけどさ、うん、あれ、うん、そう、あれをこう口にガッてつけて、ゴーグルして潜った時の、もう音何にもなくなるじゃないですか、はいはい、でも水の音だけがちょろっとボボボボボって言って、なるほど、ね、あの音がすっごく幸せな好きな 曲じゃない音ですね、へ、うん、無になれる、あ、それちょっとあれかな、風呂でやっても聞けるあ、でも全部できると思います、でも風呂あった、だって景色がバーって出てくるからね、足をなんかちょっとこう心の中にこうフィルムかなんかで魚の絵とか貼ってさ、アヒルとか浮かべちゃって
いいですね。ねこれから夏だし、また行きたい、うん、行かれたいですね。ね、うん、まあお金がねかかるんでね、がっちりお金を稼いでいただいてね、はい、頑張ってください。旅行にね行っていただきたいなと思うし、ね、なんかほら僕らでもね、うん、こう今回の九州で起きた地震に何かこうできることがあったらいつでもねしたいなというふうに思ってるんで、またなんか例えば音楽でね、こういう活動があるよなんていうのがあった場合にはまた真中さんにもねちょっとお声掛けしますので、よろしくお願いします。そういう時にはねぜひ同じ大塚の仲間としてご協力いただければなぁなんて思ってますので、ぜひぜひその時はねよろしくお願いしたいと思いますね。さてさて、楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうんですけれども、これからね一人のねシンガーソングライターとしてやっていきたいこと、うん、目標とかですね、ありましたら、お話をしてちょっと短めにお話をしていただきたいのと、あとその告知がね、はい、ちょうど6月の14日がこの放送開始日なんで、その後の ね, 近況のね、何かありましたらちょっとご案内をいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、今後もですね、歌を歌い続けて皆さんに何か響くものを届けられたらいいなと思いますので、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。で、告知なんですけど、はい、6月19日ですね、はい、東京ルージュのレジェンドオブルージュというものが19日、日曜日だったかな、はい、ね、日曜日ですね、大塚のシスイドゥというところで、昼夜2回公演ございますので、ちょっともうお席が多分そうですね、もうこの放送した時に行きたいと思う、でも、まあ、行きたかったら、立ち見だったら OK だし、はい、本当にもうそれぐらい人気のあるイベントで、そうですね、簡単にね僕から説明しちゃうと、そのルージュのね、うん、メンバープラス、うん、そのルージュをね、うん、こう卒業された OG のねメンバーたちも何人か入って、うんうん、昔懐かしい曲をやったりとか、うんうんうん、ちょっと変わった構成でね、いつもと違うルージュを見てもらえるので、うん、すごく人気があるんですよね。だってもうパート なんか数が毎回もう、ね、3だっけ、3、いやもう結構ですね、結構です私の方が結構かなり結構やってます。なかなかね今までねちょっと日程が合わなくて、はい、1回も見に行けてなくて、19日初めて行くんですよ、レジェンドに。ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。見させていただきますので、もし、この放送を聞いていきたいなという方がいらっしゃったら、遠慮なく私までご連絡いただければ立ち見席をがっつりキープいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしたいと思います。そしてもう一つですね、はい、6月21日に、はい、クラブ、サイエンスという新宿のクラブで、はい、ライブの方をさせていただきまして、はい、オープンが4時でちょっと早いんですけど、うん、はい、クローザー22時半で、うん、まあ、その間に私20分ぐらいですね歌わせていただきますので、はい、よければぜひよろしくお願いいたします。はい、21日何曜日ですか？21日は火曜日ですね。火曜日です。はい、またその情報をですね、なんかテキストかなんかで私いただければ、ホームページとかこのラジオの案内のホームページにもちゃんと載せさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしたいと思います。はい、それではね、これからも頑張っていただいて、はい、はい、私も、ね、ちょいちょい見に行かせていただきますので、私も好きなんで、はい、とてもいい声をされて、はい、ね、大好きよね、うん、はい、なんか、うん、応援します。ありがとうございます、はい、それでは、今月のゲストはシンガーソングライターの真中さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、真中さんの、曲聴いていただきたいと思います。では、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。追憶という曲で、まあ、震災のいろいろありましたので、皆さんに何か届けばいいなと思って選ばせていただきました。それでは聴いてください、追憶。
内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105。 お香のことなら香木査定で検索。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。追憶を皆さんに聞いていただきました。熊本のね、はい、とか大分の被災地にもね、届いてくれるといいなっていうね。なんか本当にいい、ちょっと色っぽさ、ね、さっきもほらゲストコーナーの時にね、本人が言ってましたけど、亡くなったね、おばあちゃんがね、ありがとうっていう曲だったっていうね、うんうんうん、本当にそれがね、なんとなくひしひしと感じられる、うん、いい曲だよね。そうですね。でまた声がいい声だよね。そう、声がね、本当にね、もう私魅力的でね、こう引きつけられるんですよね。20代の本当に、うん、ね、思えないってか声でないよね。ないですよね、うん、本当に大人っぽいっていうか、う、色っぽさと、もうほら、うん、よく言うけどさ、ほら、うん、飲み屋のお姉さんがね、うん、酒焼けした声のちょっと一歩手前ぐらいの、ちょっとハスキーな、そうそうそう、すごくいい声だよね、うん、あれがいいんですよ、うん、たまんないねそうもうファンが増えると思うよこれね、うん、ぜひぜひ生で ね皆さん来てください。そう、来てね、聞いていただくと一発でファンになっちゃうと思いますんで、うん、また私の方からもいろんなご案内をさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ応援してあげてくださいね。ということで、はいはい、もうこの回も2年目の開催の回も、そうですね、あれですが、また告知を、はい、いいですか、どうぞ。石谷恵子のいつもの恵子クラブ、はいはい、6月、吉祥寺に移って3回目もう、アンサンブルも入って、恵子クラブは2回目になります、はい、吉祥寺のあのピアノサロンのは吉祥寺店でまた行います。6月25日土曜日16時から、うん、まだテーマ決まってる、テーマまだ決められないか、決められないというかね、すごい悩んでるんですよ今回、まあ、夏だし、そうか、6月25日だからあれか、なんかあります、梅雨かな、あ、梅雨そう、梅雨、ちょっと梅雨、うん、そう、やっぱり梅雨ですよね。我々でが思い起こすと、八代亜紀さんの歌とかね、あー、雨ふれってあるでしょ、うん、ああいうの思い出したりとかね、うん、やっぱり季節に関わる、ちょっとそういうしっとり系も引くかもしれないですね、うん、ね、うん、また私もね、時間を作ってありがとうございます、参加させていただきたいと思いますので、す、この番組を聞いていただいた皆様、ね、はい、ぜひ行きたいよという方はですね、はい、一声かけていただければよろしくお願いします、ご案内させていただきますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。終わった後もみんなでまた吉祥寺の、はい、ね、吉祥寺、常時タウン、この前もディープな街だったね、横丁ディープな街だったね、もうすっかり飲みすぎちゃっておじさん楽しかったですけど、ね、第2弾も期待しております。ということで、次マサさんは、はい、ですね、だんだんね、もう、ね、大塚音楽祭もね、もう終わっちゃったし、ですね、そうそう、前から皆さんにね、ちょっとご案内はちょこっとさせていただいてたんですけど、2代目のぞみちゃんが決まって、はい、で彼女と、大塚物語のね、温度バージョンを、はい、正式にCD にね、うん、焼いて、発売しようっていう話が出てます。で今ちょうど、オリジナルのオケに、うん、ちょっとですね、改良、アレンジャーに改良していただいてるところで、はい、でそれがもうほぼ出来上がってきてまして、今度視聴をさせていただいて、
で、ついにレコーディング、まあ、ちょっとほら本人たちもこうもうちょっとこうした方がいい、ああした方がいいっていうところがあると思うんで、それをもう一度アレンジャーさんに伝えて、で出来上がってからまあ歌を入れるということになってますので、はい、もしかするとちょうどこの配信が始まる頃に、うん、歌を入れ終わるぐらいなのかなという気がしますので、そうするといよいよあの CD の方のプレスに回りますので、まあこの間実はほら豊島テレビのね、そうもうねだん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 ね、マサの望みがねだんだんこういたりとかのこうもうペアが、ね、どん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 マサさん慣れてきたんじゃないですか、ね、もうテレビにも出て、ね、豊島テレビねケーブルテレビなんだけど、うん、豊島区のね、うん、ケーブルテレビで豊島区のまあ情報をね、いろんな情報を流している番組、はい、たまたまあの生放送もやってるので、あ生放送だったんですね、そうその生放送に出させていただいて大塚物語をね、うん、のぞみちゃんと一緒にこの間豊島区の新しい新庁舎にあるセンタースクエアっていうね、うん、広いお部屋で、歌わせていただきまして、あらで、そこで7月の末にその CD も発売しますっていうふうにもう言っちゃったんで、もうこれはそうなんですよ、もう、ね、間に合わないと困るので、ね、困りますね。じゃあ順調に出来上がってね、それがまた披露できることをね、今日ね外でちょっと社長が見てますけれども、社長よろしくお願いしますね、日程詰めていきます、詰めで巻き、はい、でもね、でもね妥協は歌には妥協せずですよね、そうですね、はい、妥協は、ね、したくないので、ね、いや、ね、いいのができるといいなっていうふうに思って、いいのができますでね、それを引っ下げて今年のね、はい、7月の終わりから8月にかけての、うんね、盆踊りとか ね浴衣姿の望みちゃんも見たいし、ね、そうどうなんかね噂によると、うん、私のが着る着物もなんか用意されてる、うん、ちらほらそういう噂が向こうの方からちょっと聞こえてきたんですけど、あらもうそんなこともあるのに盛りだくさんでいっぱい言っちゃってまあそのおいおい皆さんには詳細をちゃんと楽しみです、お知らせしたいと思いますので、夏が来るということで、そうですね、はい、いやもう早いね、あっという間に夏が来ちゃうねこれね、そうそんな来てもう半年終わって、そうそう、まあでもキラキラ輝く夏になりますように、はい、そうですねだよね、で7月の3年目に入って1回目はもう7月だからね、そうですよ、それこそ夏ですよ、多分夏ね、夏どっか行く予定ないの今年、夏もう行かないかなもう行かないかなっていうとこ、もう夏休みね、夏休み欲しいね、ね欲しいですよ、ちょっと夏休みまさと音楽日和のなんかツアーね、それも面白いね、なんかあったらいいね本当にね、夏はねちょっとほらそっちのね関係で、そうです、忙しいですから、忙しくなりそうなので、はい、ママさんも体には気をつけてください、夏はね、はい、夏バテって体力が奪われるんですから、うん、はい、のぞみちゃんは若いからいいですけどね、本当だよね本当本当のぞみちゃんは若いからね、うん、もうついていくのがやっとです、いやいや、はい、もうぜひぜひ若返ってどん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 パワーアップした、うん、マサとのぞみを応援しておりますので、はい、ありがとうございます、はい、それでは、今日もね、はい、無事にね、終わりたいと思います、また来月にお会いしたいと思います、今度7月のね第2火曜日ですね、第2火曜日、はい、3年目の1回目ということで、はい、またさらにパワーアップした、マサとケイコの音楽ビューリーをですね皆さんにお聞かせしたいなと思いますので、これからも応援一つよろしくお願いしたいと思います、それではマサとケイコの音楽ビューリー、スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。